三勝焼きは400年の、まあ、歴史があって、一人の人が一つのものを完成させるのではなくて、絵付けをする人、細工をする人、生地を作る人で、釜を炊く人っていうことで分かれて、江戸時代からですね、そうやって分業でやってきた流れをそのまま現代にも令和になってもやってまして、今家族で分業してますけど、一人の人がもう一つの技術を極めていくっていう、でそれが最終的に釜としてのあの商品の付加価値にもなるんじゃないかなと思ってます。今回のその花瓶と香炉は、あの鋳込み成形って言って伝統的な技法で作ってまして、ろくろ成形と違って簡単に言うとドロドロにこう、溶かしたその天草の天然のですね、土をですね、その石膏型に流し込んで作る技法なんですけど、通常はあのガスの釜で焼成するんですけど、あの松を燃やしたものを使いまして、でそれをすごく長時間かけて焼くと、その松の燃えた灰が花瓶本体に表面に溶け込んでですね、で色の変化を起こすんですけど、白さに深みのある白さっていうか、それがあの登り窯ならではなので、その雰囲気がよく出てる。こちらはこの菊花飾り細工をですね、無垢の土の塊から花びらを1枚ずつこう竹べらでこう切って起こしていく技法 でこれがまあ無形文化財の技術に指定されている平戸菊花飾り細工技術っていうものになるんですけど、伝統的な技法を使って、はい、制作しています。なんかこう生活の中でなんか自分が気に入ったものが手元にあると、なんかこう、笑みがこぼれるっていうかですね、そういうなんかものであるって思ってほしいなと思っていて、お家に飾った時にあのこう決して派手な色ではないんですけど、なんか自然に溶け込むような色っていうか、で細工ももちろんあの父が無形文化財技術保持者としてしっかり一つ一つの花びらをですね、手作りでもちろん作っていますので、きっとお家の中に飾っていただくと、あのすごく馴染むものだと思います。